よし、どうぞ、ゴチャミネットで。さあ、その動物実況を続きやっていきましょうか。今回ですね、こちら、まあ、動物の森史上一番の怪しい動物いるじゃないですか。怪しい猫って言うんですけど、今回はこいつの別荘を作っていこうの回やっていきたいなと思います。まあ、別荘を作っていくっていうか、まあ、こやつって一体どういう、まあ、人物像なんだろうなっていうのを、まあ、皆さんと一緒に見ていけたらなと思うんですけど、怪しい猫のアミーボを呼びました。この方におつなぎしてもよろしいですか？行きましょう。こやつはね、確かずっといるんじゃないかな。ずっとってことはないか。確か、初代にはいなかったのかな。初代動物にね、いなくって、誕生日が2月の8日で、好きな言葉は顔が物語るなんですよね。まあ、こやつのね、別荘を作りながら話を聞いていけたらなと思います。は、別荘を建てないかって？俺らそういうのいまいちわからないんだけど、全部そっちでやってくれるって言うなら、建ててもらってもいいかな。行きましょう。よし。作っていきましょう。怪しい猫の別荘。おお、ここが、おいらの別荘。なかなかいいじゃねえか。そんじゃよろしくな。どんな風になるか楽しみだぜ。さて、じゃあ、外観から順番に作っていくか。まあ、簡易的に作っていきますか。今日の目的っていうのは、別荘を作ることではなくて、ただただ、怪しい猫から話を聞きたいというだけなので、まずは、なんとなくなんですけど、怪しい猫って言ったら、遊園地な気がするんだよな。もうちょっと場所選んであげてもよかった。まあいっか。いずれお引っ越しできるもんな。お引っ越しができるので、なんとなく怪しい猫って怪しいので、遠いところの方がいいかなって思って崖っぷちのところ選んでみたんですけど、あまりにも似合わなさすぎる。ちょっと今度お引っ越しさせてあげよう。致し方なし。まあでも難しいな。怪しい猫って言ったら、電車かな、イメージ的には。怪しい猫と言ったら電車なイメージが強いので、これかな。車窓の壁。あー、懐かしい。昔を思い出すな。おー、なんか、思い出してる？怪しい猫も。椅子ですね。椅子から順番に配置していきましょう。長い椅子の方がいいじゃない？二つ配置する。もう一個配置できない。電車っぽくしたいんですよね。もう一段階広くしよっか。いいね。まあ、これが、ど安定かな。怪しい猫と言ったら、電車っていうところありますもんね。おー、懐かしい。なんか昔、ハローキティ、これじゃね？昔、ハローキティの顔とか書いてたわ。懐かしい。これで、まあ、ブラックにします。こうじゃない。片方だけの方がいいのかな？難しいね、ここら辺。合わせた方がでも電車感ありますよね。もしくは、こうか。どっちかだな。こっちにするんだったら、8、6でいいですもんね。こうか？こう合わせるパターンよりも横長のやつの方が多い印象ある。まあ、いっか、両方つけちゃって。オッケー、できた。まず、椅子を配置することできたから、それ以外の部分ですよね。釣り、川とか。そんなんあるわけないよな。でもあれですよ、昔のね、こう、動物折りの人気投票ランキングっていうのが公式にあったんですよね。それの、第2位が、この怪しい猫だったんですよ。結構意外じゃないですか。まあ、今だったらね、もう人気投票ランキングって言ったら新住民とか、まあ、ジュン君とか、まあ、そういう子たちが上位に来るじゃないですか。昔はこういう怪しい猫とかが20年前は2位だったんですよ。ちなみに1位はトタケケです。だから電車って作るの難しくね？電車って何配置していいのかわかんないね。電車ってもう何もいらなくね？逆に。シンプルイズベストな気がする。まあでもモノクロピータイルとかでいい気がするけどな。こんなもんに急ぎますか。うい。行きましょう。お疲れさん。じゃあ早速見せてもらうか。別荘のテーマ名。電車とかで行きますか。とりあえず今日の内容っていうのは、この怪しい猫から、話を聞くところからだな。うん、バッチリ気に入ったぜ。ありがとうよ。せっかくいい別荘ができたことだし、記念に写真でも、
撮っていったらどうだで、これ多分写真撮る場面だったら怪しい猫の、まあ、セリフっていうのは聞けない気がするんですよね。ので一旦帰ってもう一回訪問してきます。目見えてるんだな、ちゃんと。どんな感じよ、怪しい猫。ちょっとごめんな、これ一旦またお引越しさせるからな。お前ちょっと話聞いていきますが、オイラの顔真っ白でのっぺりしてるから、なんか落書きしたくなってうずうずしてるんじゃねえの。わかる。でもダメだぜ、今のオイラはキャンパスじゃねえ。もうそういうの卒業したんだ。ダメなんだ。自分の別荘の庭だったらオイラの顔を見てびっくりされたりする心配もないし、のびのびできていいよな。確かに他の子たちが来ないですもんね。でもな、ちょっとだけ物足りない気もするんだ。やっぱ多少の刺激が必要ってことか。昔のネタどんどん放り込まれるんですね。これは飛び盛りの頃のネタですね。猫の額ほどの庭ってよく言うだろう。でもさ、この庭はオイラの額よりもずっとずっと大きいんだよな。もし本当にこの庭サイズの額の猫がいるなら、一度お目にかかりたいものだぜ。まあさすがにいねえだろ。外と中でセリフ違うんですよ。室内の話も聞いていきましょう。よ、これな、もうちょっとこだわってあげたいけどな。でも電車内って言ったらこれぐらいしかない気がするんだよな。どうなんだろう、何か忘れてるものあるかな。見ての通り今のオイラはめちゃくちゃご機嫌なんだぜ。顔がないからわかんねえって。何言ってんだ。こんだけ花が飛んでいりゃ嫌でもわかるだろう。あ、そういうこと。この花ってプレイヤーも見えてたけど動物たちも見えてるんですね。花この花が見てりゃわかるだろうって、すごいこと言うな。うん、なんだ、オイラの顔になんかついてるか。目だの鼻だのって冗談はオイラにも通用しねえぞ。何もついてないのが当たり前だからな。怪しすぎる。怪しい猫とね、見知らぬ猫は一応友達同士なんですよね。それ以外の情報っていうのはマジでない。自慢だけどさ、オイラトランプでは今まで誰にも負けたことがないんだ。なんて言ったってこの顔だからな。無敵のポーカーフェイスってやつさ。確かにそう考えたらずるいな。ババ抜きとかめちゃくちゃ強そうじゃない？合ってんのか間違ってんのか分かんないけど、おー、見知らぬ猫のカバンに興味津々。そらそうか、唯一の友達だもんな。見ての通り今のオイラの動き、あーでもそれ以外はなさそうかな。なんか怪しい猫のことをできればもっと知りたいなって思って今日アミーボ呼んでみたんですけど、あ、刺激を求めてあちこち旅して回ったオイラだけど、こうして別荘を手に入れると落ち着いた生活もいいなって思うんだ。でも落ち着きすぎるのは性に合わねえし、お前時々遊びに来て大胆な提案とかしてくれよ。まあ、今回はね、せっかくなので別荘を作って、まあ、二人きりの状態だったら何かしら話してくれるんじゃないかなと思って作ってみたわけなんですけど、まあ、特にね、今作でも怪しい猫のことっていうのは分からずじまいでした。次回作に期待です。今回はこの辺で撮っておきましょう。バイバイ。